これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間9月23日です。ついた時間速報によりますと、岡山駅付近にある津山線で火災事故、線路部分は完全に線路を逸脱、津山線が火災しています。岡山自動車区内での一年駅作業中に批判17人が火災により列車を停止させ、他列車との衝突事故を防ぐ安全速線に進入したようです。転覆した廊下によりますと、赤い列車が鉄道で止めていた。ついた運送によりますと、津山線の火線にここっぽいように見える。ついた総理によりますと、JR 津山線で快速列車が火線一部区間で運転を再開、乗客は同じ運転士に怪我なし。岡山このことについて JR 西日本公式サイトによりますと、15時42分頃、岡山駅付近で列車が火線したため、津山線津山駅岡山駅間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは状況を確認中です。